P5 トラスが設置された ISS-STS-116 は日本時間2006年12月10日から12月23日にかけて行われたスペースシャトルのミッションである。主目的は国際宇宙ステーションに P5 トラスを届けること、ISS の主電源システムを切り替えること、長期滞在クルー1名の交代である。オービタはディスカバリーが使われた。 ミッションの主目的の一つは、ISS 第14次長期滞在要因に1名の交代である。ISS フライトエンジニアのスニータ・ウィリアムズは、ISS フライトエンジニアのトーマス・ライターと交代し、ライターが STS-116 のクルーとなり、地球に帰還する。括弧内の数字は、今回も含めた宇宙飛行の回数である。シュペイロードは P5 トラスである。このか。 夜圧貨物運搬用のスペースハブモジュールを搭載する。また、曝露機器を搭載するための ICC 以上に、ズベズダのデブリ保護パネルを搭載するほか、海軍研究所の案で技術試験衛星、3つの、キューブサットが飛行途上で放出される。衛星を運ぶのは、コロンビア号の事故以来初めてである。ST、s t s 百十六は二千六年の十二月十四日に、打ち上げられる計画だった。 9月に NASA は労働者がクリスマス休暇を取れるように打ち上げを12月7日に前倒しすると告知した。新しい日程では打ち上げは夜間に行う必要がある。コロンビア号の事故以来破片の落下を光学カメラで監視できるよう NASA はシャトルの打ち上げを日中に限っていた。しかし外部燃料タンクから剥離して落下する断熱フォームの破片が小さくなる。 要設計変更されたことと、軌道上での耐熱パネルとタイルの点検手順が確立されたことで、日中に打ち上げるべしという規制が緩和された。10月31日、大ビタがシャトル組み立て棟に到着した。11月1日、大ビタが垂直に立てられて、ハイベイ3に移動され、外部燃料タンクと固体ロケットブースターが取り付けられた。 11月9日に発射台への移動が完了した。もし打ち上げが12月18日までに行われない場合、NASA は打ち上げを年明けまで延期することも考えていた。当初、シャトルのコンピューターは、軌道上で年を越すことを想定した設計がなされておらず、2007年1月1日を2006年の366日目と判断する恐れがあったためである。 スペースハブと P5 トラスを含む積み荷は、ペイロードキャニスターに収められ、11月16日に、シャトルのペイロード米に搭載された。NASA の発表する資料の日時は主に東部標準時が用いられるが、この項目では特に断らない限り協定世界時を用いる。なお、日本標準時は、協定世界時より9時間進んでいる。当初12月8日に予定されていた打ち上げは、 上空の雲のため延期となり、12月10日1時47分、打ち上げられた。途中、搭乗員の睡眠時間を挟み11日22時12分に、東南アジア 350km 上空で、国際宇宙ステーションとドッキング。P6 トラスの左右側太陽電池アレイの収納に、手間取り、船外活動を1回追加して、収納作業を実施したため、ミッションは1日延長された。 悪天候のため、期間を一周回延長した後、日本時間12月23日午前7時32分に、ケネディ宇宙センターへ帰還した。帰還直前まで、KSC と大体着陸地のエドワーズ空軍基地の悪天候により、ホワイトサンズのノースロップ滑走路へ着陸する可能性が非常に高くなっていた。ホワイトサンズは1982年3月に一度だけ、 着陸しただけであったため、もしここに着陸していれば、KSC への空輸のために1ヶ月半から2ヶ月は、余分な時間がかかるところであった。詳しくは、EN-STS-3XXSTS-301 は、アトランティス号によるミッション STS-115 のレスキュー用として用意されたミッションで、STS-116 用の機体とクルーを使うことになっていた。 クルーは STS-116 に参加する飛行士のうち4人である。STS-116 ミッションの最中にディスカバリーが回復不能な損傷を受けた場合、搭乗員は ISS に避難し、救出ミッションを待つ。ミッションナンバーは STS-317 であり、使用されるオービタはアトランティスである。打ち上げは2007年2月21日以降、 設定していた。クルーは STS-117 の搭乗員から選ばれる。ありがとうございます。